次の写真集は6年後？女優でグラビアアイドルの花村明日香が18日、都内でセカンド写真集、新正論の発売記念記者会見を行った。昨年、カンテレフジテレビ系ドラマ、エルピスに出演し、女優として注目を集める花村。希望、あるいは災難。24歳になった意気込みを聞かれると、今年はまだ実感が湧かないです。ピリオド。東京に出てきてから自分の誕生日だという実感が湧かないことが多いんです。でも嬉しいんです。24歳の誕生日は記念すべき日になると思います。と嬉しそうにコメント。また写真集のタイトルにちなんで今後進化していきたいことを聞かれるとエルピスで改めて演じることの喜びを感じることができました。これほどやりがいのあることは他にないと感じていますし、もっとお芝居をしたいという思いが強くなりました。これからもたくさんの作品に出会いたいと思います。そしてスタッフからまた一緒に仕事をしたいと思われるような存在になりたいです。フォトブックについては、ちょうど髪を切っている時にフォトブックのお話をいただいて、前作を出した時は次は数年後だと思っていたので、こんなに早く出せるんだと驚きました。発売が早くてびっくりしました。ちょうど落ち込んでいた時にオファーをいただいたので、救われたような気持ちです。また、撮影が行われたのは昨年の7月だったと振り返る。千葉の海辺と山梨の綺麗な川で撮影しました。この撮影は、ここ数年のボディメイクの成果を試すようなものでした。頑張った結果が、かっこいい写真に収まっていました。撮られている時は気づかなかったのですが、写真を見ていると、こういうところでトレーニングの成果が現れているんだなと改めて感じます。また、この写真集が自分の進化を発揮するきっかけになると思うと、気持ちが引き締まります。この仕事を続けてもいいんだと思えるようになったのはこの写真集のおかげだと感じています。エルピスについては身内や仕事以外の場面でも以前より女性からのフォロワーやメッセージをいただくことが多くなりました。どこに行っても見てますよと言ってくださる方がいます。改めてとんでもない作品、とんでもない数の方に見ていただける作品に参加できたことを嬉しく思っています。きっと夢を見ていたんだと思います。また、主演の長澤まさみさんにこの写真集をプレゼントするかという質問には、長澤さんには目をつぶって渡すしかないと思います。緊張しましたよ。セリフのシーンはお芝居なのでできましたが、それ以外は、とても綺麗な方だったので、直視できませんでした、と照れくさそうに答えてくれました。次の写真集については、今24歳なので、30歳になるのかな。どうなるかわからないですけど、タイミングが合えば30歳の時になるのかなと思います。もし実現したら、地元の山形県で撮影したいです。山形にいた頃の自分はこうだったというコンセプトで撮影したいです、と語った。私の動画をご覧いただき、ありがとうございます。私のチャンネルに登録すると、最新の動画が届きますよ。